先ほど90歳の瀬戸内寂聴さんのお話がありましたが、70歳の鼻垂れ小僧の中島です。瀬戸内さんは中でお話になりましたね。鼻垂れ小僧の私の方はメモ用紙が手元にないと途中で頭が真っ白になりますのでお許しください。再稼働に大井34号の再稼働に粘り強く反対し続けられている全ての皆さん、そして今日はお集まりの全ての皆さん、本当にありがとうございます。心から感謝いたします。地元中の地元の小浜市民の一人としまして、再稼働見切り発車をストップできなかったことに忸怩たる思いを禁じ得ませんが、かれこれ30年前にその小浜市民は強力な反対運動を展開したわけですけれども、その折の一人の小浜市民の声だけはぜひ皆さんに伝えておきたいと思います。34号が増設されたならば、私たちの子や孫に死刑宣告を受けたのも同然だという言葉であります。長年信吟し続けてまいりました若狭の一住民、一仏教徒として端的に皆さんに訴えます。大井3号はすでにフル稼働に残念ながら入っております。この大井3号が118万キロの大井3号が1日24時間フル稼働をしますと1830万キロワットの膨大な電気を作り出します。そしてロスの送電分を差し引きましても、少なくとも約1500万キロワットの電気を関西方面に送っているわけです。この一つ目の事実をまず明記してください。二つ目、1日24時間大井3号がフル稼働をしますと、約控えめに見積もっても5億円の電気料金を関西電力は手にすることになっております。三つ目の事実です。大井3号が1日24時間フル稼働をしますと、その原子炉の中には広島原爆3発分の死の灰が生成されるという事実であります。皆さん、これらの原発、これらの単純な事実の中に原発必要神話の根源と安全神話の根本的な疑問があります。一つ目の関西電力への関西方面への送電の件でありますが、関西広域連合の知事さんたちは福島原発震災を受けて被害地元の主張のもとに、これは非常に真っ当な当たり前の主張なんですけれども、それをもとに反対し続けてこられましたが、兄はからんや夏場の電力不足、これがいかにデタラメかということは先ほど広瀬さんのお話にもありましたけれども、その原子力村の面々から恫喝されたことによって、たわいもなくあえなく再稼働を認めてしまいました。二つ目の5億円の問題です。たった一機が1日動くだけでそれだけのお金です。もっともその中身は先ほど広瀬さんが申し上げられたような切迫した事情があるようですけれども、巨大な原子力村の面々にとっていかに巨大な利害関係が控えているかということに、皆さんは想像力を巡らせていただきたいと思います。またミニ原子力村を巨大な原子力村の人たちは現地に形成してきたわけですけれども、いわゆる立地地元の大井町や福井県は
雇用や経済不安をどうするという、これまた脅迫的な口実のもとに、裏返せば5億円のおこぼれに預かるために容認をしてしまいました。しかし大多数の若狭の住民や福井県民は決してこれを認めておりません。3つ目に市の灰の問題であります。なぜ皆さん40年間安全神話で解き続けてきた五重の壁が必要だったのでしょうか。なぜ火力発電所は大都市圏の海岸部に隣立しているにもかかわらず、原発だけは福島や若狭でなければならなかったのでしょうか。なぜ現地に原発マネー、巨額の原発マネーをばらまかなければならなかったのでしょうか。なぜ50万人にも難々とする新たな被爆者、被爆労働者の存在を必要としたのでしょうか。そして五重の壁の中身の多分広島原爆100発分に相当する死の灰が放出拡散することによって、福島県の36万人の子どもたちを含む県民の過酷な現状があります。美しく豊かな福島県の自然環境とその中の生きとし生けるものの被災が汚染被爆があります。何よりもなぜ何百世代何万世代も何千世代もの高世代に対して死の灰の管理が必要なのでしょうか。現代の核文明、原発文明が要請している倫理は、単に私たち一人一人の個人対個人のモラルだけでなく、以上述べましたような広範囲に及ぶ配慮と責任、判断と実践が要請されているのではないでしょうか。今若狭原発震災の前夜とか第2第3の福島が原発しうるということを第一線の地震学者たちは警鐘を乱打しています。かつて国策として推進された戦争末期にあの過酷な広島がありました。半世紀近くに及ぶ戦後の国策として推進された原発推進の末期に昨年の福島の破局的な事故がありました。私たちは長崎第二の福島を座して待たなければならないんでしょうか。まさにビッグピンチに私たちは直面しております。そのビッグピンチの中身や寄ってきたるゆえんを広く深く見極め捉え直すこと、これが根本的全体的にこのビッグピンチを変えていくビッグチャンスに転化する出発点になると思っております。と同時に 3.11 以前の一人一人の私たちの考え方、幸福や価値観、それに基づくいかなる生き方をしてきたのかということも同時に問い直されているのではないでしょうか。東北の希代の詩人宮沢賢治はかつて仏教の精神を深く自分のものにしていたあの宮沢賢治は、世界が全体幸福にならない限り個人の幸福はありえないとカッパしました。私自身は逆もまた真ではないかと信じております。一人個人が、私たち一人一人の個人が幸福でない限り世界全体の幸福もありえないと。若狭の原発群同様、老朽劣化を深めております私自身、さっき放たれ小僧と申しましたが、
老朽化を深めております。私自身もビッグピンチをビッグチャンスに変えていくべく、ここに結集されている皆さんの大きな輪の中にこれからも加わり続けてまいりたいと願っております。どうもありがとうございました。中島哲也さん、ありがとうございました。